今日はザスパ草津群馬から背番号14ミッドフィルダーの白石智之選手と背番号44ゴールキーパーの山田浩二選手にお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは先月23日から今月13日までの直近4試合を振り返ります。成績は2勝2分けでした。6月17日の東京ヴェルディ戦から10試合負けなしで現在勝ち点47で8位です。 J1 への昇格を争うプレーオフ圏内まであと少しというところまで来ています。さて白石選手は4試合とも途中出場ですが今の8位という順位も含めて試合を振り返っていかがですか。まあ、試合の中で、全員が、チームのやるべきことを共有しながらできていますし、一人一人が最大限力を発揮、良さを発揮できているので、それがまあ苦しい時期とか苦しい試合もありましたけど、勝ち点をしっかり積み上げている要因なのかなとは思います。続いて山田選手にも伺います。ここ1ヶ月のチームの雰囲気はどうでしょうか。非常にいいです。全員が一つずつ積み上げて目の前の試合にチーム全員で挑んでいく、そんな雰囲気があって非常にいいです。さあではここからは一人ずつにスポットを当ててお話を伺っていきたいと思います。まずは白石智之選手です。白石選手は群馬県高崎市出身です。高校は前橋育英高校、法政大学を卒業後沼津、盛岡、富山を経て幼少期からサポーターだったというザスパに2020シーズンに移籍しました。現在4シーズン目です。思い入れのあるチームでプレーをしていると思いますが、そういったチームでプレーすることをどのように感じていますか。まあ、本当に幸せなことだと思いますし、まあ、なかなか経験できることじゃないんで、毎日を本当に噛みしめてというか過ごしています。その中で、自分自身が活躍することがクラブにとっても、応援してくれる地元の皆さんにとっても恩返しだと思うので、そこはもっと頑張らなきゃいけないなと思います。ご自身もサポーターだったということで、もうスタジアムにも足を運んだことは何回もあるということですよね。もう何回も運んでますし、もう最高のチームだと思います。白石選手はドリブルでスペースを切り裂くサイドアタッカーで多くのサポーターがワクワクするプレーを見せてくれています。そんな白石選手がプレーをする上で意識していることは何かありますか。やっぱり前にプレーするということをすごい意識していて、自分途中から出ることが結構多い中で、僕は前を向いて縦に仕掛けたり切り込んでいくことでゴールにより近づくことができるし、それがゴールにつながるプレーになると思っているので、縦に仕掛ける前に仕掛けるというのは常にボールを持ったときは意識していますね。何かご自身でプレーの上での課題っていうのはありますか。まだまだ得点に絡んだりとか数字をまだ残していない部分があるので、そこがすごい課題なので、練習からシュート練習だったりクロスの練習だったりというのはしてますね。現在4シーズン目でいらっしゃるということですが、大槻監督になってまたチームの雰囲気っていうの変わりましたか。2年目ということで、すごい大槻さんのサッカーっていうものをみんながすごい分かってるし、その中で、自分たちのプラス良さっていうものをすごい出せているので、今年はすごい結果がついてきているのかなと思います。さあ続いては山田浩二選手に伺います。山田選手は東京都の出身です。高校年代は浦和レッズユースでプレーし、早稲田大学を卒業後2021シーズンにザスパに加入しました。高いキックの精度やキーパーとして後ろからの的確なコーチングが持ち味の山田選手ですが、サポーターに注目して見てもらいたい点というのはどんなところでしょうか。パッション、情熱です。そうですね、そこが武器なので、ぜひそこを見ていただきたいなと思います。本当に山田選手といえばこのピッチの内外でこうパッションのある声掛け、仲間を鼓舞する姿っていうのが印象的ですが、何か心がけていることっていうのはあるんでしょうか。思いっきりやることですね。やっぱり声をかけるときは、頑張ろうぜとか、マジで勝ちに行こうって思いながら声かけてるんで、それを自分でブレーキかけずに思い切って思ったことを伝える、それを大事にしてます。なかなかそのピッチの外でもそういう
大きな声掛けするってやっぱり、全員が全員できることではないのかなと思うんですけれども、そのあたりっていうのはやっぱり自分としても絶対にそこはやるんだっていう気持ちがあるんですか？そうですね、できることは、どこにいてもやりたいしやらなきゃいけないとも思うので、できることはやる、その思いでやってます。そういう姿ってこうサッカーを始めた時からですか？そうですね、負けず嫌いな気質はありました。でもやっぱり今まで出会ってきた人、いろんなことを教えてくれたコーチ先生方、その人たちの影響も多分にあると思います。その今まで出会ってきた中のお一人ですが、大槻監督の下で また再びプレーをしているわけですけれども、山田選手にとって大槻監督ってどんな人ですか？恩師ですね。高校3年間、青春時代共に戦って、その後の人生に大きな影響を与えてくださいましたし、大きな声では言えないんですけど、変わり者なんですよね。でもだからこそたくさんのことを学びましたし、大槻監督だから大槻監督と過ごした時間があったからここまで来れたとも思うので、非常に感謝しています。いい意味で変わり者ってことですよね。そういうことです、はい、例えばどういうところですか？普通の人は持たないであろうこだわりをいくつか持ってて、そのこだわりっていうのがサッカーの部分でも影響されてて、それがチームの徹底具合だったりにつながっているので、そういったものを持ってらっしゃる素晴らしい監督だと思います。あと先ほどパッションの部分を見てほしいという話もありました。またプレーの面ではこういうところっていうのは何かありますか？確実なことを確実にやる、派手なプレーよりも堅実なプレーを、そこを見てほしいと思います。さあここからは2人の素顔に迫っていきたいと思います。ではお手元に丸×の札がありますので、丸×でお答えください。まずは一つ目の質問です。チーム内にプライベートでも仲が良い選手がいる、丸か×か。ではせーの、はい、丸ということですが、どんな選手と仲がいいのか、まずは白石選手から。でも僕なんか毎日一緒にいる選手とか、いないですけど、結構後輩とつるむことが多くて、週に本当何回かはご飯も行くし温泉も行くし、山田ともご飯も行くし、だから後輩とすごいいろんなとこ行きますね、はい、特定の選手はいないですけど。山田選手と2人でっていうこともご飯だったり、あります、お茶したりとか。そうなんですか。どんな話するんですか、プライベートでは？熱い話になっちゃうんですよ結局。パッションですね。結局パッションになっちゃうんで、お茶が冷めちゃう。話が弾んでしまうわけですね。弾んでもう長いから。でも楽しいですね、はい。でも山田選手も先輩とっての嬉しいですよね。いや嬉しいです。白石選手もやっぱり熱いところあるんで、二人して空気ばっか熱くなっちゃって、話した空気ばっか熱くなっちゃって。お茶冷めてる冷めちゃう。そうなんですね。でもそれだけ盛り上がるっていうことですよね。はい、盛り上がります。山田選手はプライベートでも仲がいい選手、白石選手以外に誰かいますか？自分寮に住んでるので、その寮生の川本選手だったり、あと、今期限付き移籍してしまいましたけど、田部選手だったり、寮生全員と仲良くさせてもらってますし、先輩だと平松修選手とかと仲良くさせていただいてます。寮の中でも和気あいあいとした雰囲気なんでしょうか？そうですね、もうみんな大きな声で騒いじゃったりして非常にいい雰囲気だと思います。寮は同じくらいの年代の選手が多いということですか？そうですね、僕が一番上で、あとはもう僕より下なので、大卒1年目2年目高卒1年目2年目の選手が入っているような感じです。寮って何かルールみたいなことってあるんですか？寮長じゃない？多分そうなんですか？そうですね、寮長。もうルールは山田じゃないですか？一応、その門限であったりとか、一通りの寮則はあるんですけど、あとは基本的に自分たちで、掃除だったり自分たちでルール決めてやってねっていう感じなので、もうお互い
ゴミ出しの日、はい、確認し合ったりして、はい、協力し合いながら生きてます一番きちっとしている寮生は誰なんでしょうか山田ですよさすが寮長多分山田がいれば寮多分安泰じゃないですかそんなこともないですけどファッションもあるしルールも守るし声かけするし素晴らしいですね川本選手は部屋めっちゃ綺麗ですあそうなんです、ねはい、意外ですよね意外じゃないですか意外と言っていいんでしょうか、はい、リオが綺麗ですかね汚い選手を逆に聞きたいですよね聞きたいですねそうですね小野関選手あまだ小野関虎之介選手 と岩本選手はちょっと部屋がやんちゃかもしれないです若いですからねそうですねまだ若いですから、ね、これからまた社会のルールを学んでっていうところかもしれません、はい、では続いての質問に参ります、はい、他の選手には負けないこれだけは自慢できるものがある丸か×かでお願いしますせーのどうぞお二人とも丸が出ましたどんな自慢があるのかじゃあまず山田選手から聞かせてもらえますかここはもう先ほども言ったんですけど、はい、パッション情熱ここだけは負けたくない、ね、負けたくないっていう思いがの方が強いですけど、はい、そこありますね次にこう迫ってきそうなパッションのある選手は誰かいますかあネクストパッショナブルプレイヤーですかそうですねそうですねいやでもその形は違えど皆さん情熱はある方が多いの で、 そうです、ね、特定の誰とは言いが難しいですけどでも杉本龍二選手この夏に飛燕付き移籍してきた選手なんですけど、はい、熱いですね感じますか感じます、エネルギーをすっげえなと思います、ね、負けられないですね負けられないですねはいでは白石選手は自慢できるものめっちゃこの後やりづらいんですけどお願いいたします、いいんですか、はい、卓球っすね意外です、はい、僕卓球中学卓球部だったんですよそうなんですか実は、でまあ、クラブチーム行ってたんですけど群馬の、はいはい、あの部活クラブチームがちょっと遅くの時間なんでその前に卓球をやってから練習に行くっていう流れでなんで卓球でも J リーグであんま負ける気しないですねそう J リーガーの中ではですね高崎市でベスト8になりました1回大会すごい1回だけ大会出させてもらってでその時サッカーの練習休んだんですよ、はい、実は、はい、大会出ないとあの1回でも大会出ないと部活お前ダメだって言われても1回大会出ろって言われて出たら高崎市ベスト8になったんです実はサッカーだけでなく卓球も上手だっていう初めての情報ですそれだけですけどね本当それだけですけどそう卓球で得たことがサッカーにも生きてる部分って何かあるんですか反射神経とかじゃないですかなんかちょっとそういうのはちょっと鍛えられたのかなってっていう感じはありますけどでは続いての質問ですファッションにはこだわりがある丸か×かでお願いしますではせーのはい丸と×分かれましたねまず白石選手×ですかまあ、僕30になったんで、はいまあ、20代前半の頃はまあ流行りの服とかちょっとブランド物とか気になって買ったりとかはしたんですけど多分センスがなくてコーディネートのセンスがなくてなんか売れないホストみたいだねっていう結構言われてましたいじられてましたなんで今はなんかこうシンプルで着やすさ重視というか素材とかそういうのはまあこだわりはあるんですかね、はい、そうですねこだわりとしてはあるけれどもだんだんシンプルには、はい、ちょっと違う方向のこだわりというかファッションにはこだわりはあんまりないと思いますよ一方の山田選手はこだわりがある、はい、ですね同じ服を着るんですよ、はい、そうなんですよそういうこだわりですか、はい、あそうですそのおしゃれとかっていうこだわりではなくて、はい、同じサイズの同じ色の同じ形の T シャツを3着ぐらい持ってもう基本毎日同じ服を着ます
それはなぜなんでしょうか。ファッションがに関してすごく疎いのと、まあ、朝苦手なので、もう寝ぼけ眼でも迷わずにスムーズにいけるように、もう朝の判断減らすために同じ服、同じズボン、同じパンツ、同じ靴下で決めてます。そういう、ね、企業人とかいるって言いますもんね。その話を聞いて始めました。じゃあもうそのファッションのそういう選択はもうしないで、やっぱりサッカーにこう集中したいっていう、そうですね、ところなんですかね。パッションってことですね。ファッション、結局ね、そういうことですね。すみません、すみません、なんかありがとうございます、はい。次節は今月20日日曜日にズエーゲン金沢と対戦します。プレーオフ圏内も見えてきた大事な試合となっています。お二人に意気込みなどを書いていただきました。まずは白石選手から見せていただけますか。ゴールですね、はい。僕自身まだ今シーズンゴールを決めてないので、残りの試合で必ずゴールを決めて勝利を呼び込みたいと思います。合わせてサポーターの皆さんへのメッセージもお願いできますか。はい。残り12試合、今年のザスパはまだまだ、もっともっと上に行って、今年のザスパは違うぞっていうのを本当に表現していきたいと思いますので、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。続いて山田選手お願いします。はい。目の前に挑むです。どんな思いで書かれましたか。チーム調子良くて新しい形式だったり、まあ、いろんな声が届くんですけど、それでも一試合一試合進んでいく、目の前の勝ち点3を取りに行く、まあ、個人的にもいろんな思いがある中でそれでも一つ一つ積み上げていく、そういった思いで目の前に挑む書きました。合わせてサポーターの皆さんへのメッセージもお願いします。挑戦者としてザスパ草津群馬進み続けます。そのためにはサポーターチーム一丸となって進むことが何より大事だと思います。終盤戦も間違いなくサポーターの力が必要になるので、一緒に最後まで戦い続けてください。よろしくお願いします。今日はザスパ草津群馬の白石選手と山田選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。